皆さんこんばんは、MK です。リングフィットアドベンチャーパート116やっていきましょう。今回もアドベンチャーモードの前にリズムゲームやっていきますよ。前回はマリオの地上 BGM やったんですよね。今回どうしますか？じゃあ、スプラトゥーン2メドレーいきたいと思います。いきなり上級で、まあまあ大丈夫でしょう。前回マリオの BGM は上級を1回で S ランククリアできたので、今回も大丈夫だと思うんですけど、だんだん難易度が上がってくるんでしょうか？ちょっと怖いな。右側に行くにつれて難易度が高いという可能性もあるんですが、やり方は大丈夫ですね。方向と上下と、押し引き、頑張っていきましょう。レディーゴー、どんな曲が入ってるんだ？まずは、ウルトラカラーパルスですね。フェスの時のハイカラスクエアで流れているテンタクルスの曲なんですが、スクワットね、はい、下、はい、こう聞いて、引っ張る。いいぞいいぞ、今のところ大丈夫。アメージングが最高ランクなんで、これさえ取れてればなんとかなるよ。はい、オッケー。あ、そんな難しくないかも。前回と同じアーベルが早いな、早いな。待って、あんまり油断してると怖いよ。はい、で、ここしゃがむ。うわ、待って、これ毎回しゃがまないといけないの結構きついな。しゃがみが多い曲なんでしょうか？はい、引っ張る。で、メドレーだからいろんな曲が入ってるはず。ウルトラカラーパルスから来たんですが、スプラトゥーンの2の曲って何が有名だ？あれか、インカミングか。多分一番有名なのはあのメインテーマ、インカミングだと思いますが、個人的に好きなのは、レッドホットエゴイストとか、テンタクルズの曲だと大好き。あと、フルスロットルテンタクルか。はい、こう来て。メドレーだからね、3、4曲入ってると思いますけど、はい、こう聞いて。いいぞ、今んとこフルコンプ。待って、これマジで全部行きたい。S ランクでクリアしたい。これ S ランクでクリアすれば超上級が出るはずなんで、超上級までやりたいな、今回。はい、いいよ、いいよ。緑は簡単ですけど、はい、いいよ、いいよ、いいよ。いや、久しぶりに聞いたな、これ。フェス自体もうだいぶやってないもんね、スプラトゥーン2もね、もう終わっちゃったからさ、フェスが。もうフェス終わっちゃうとこれ聞けなくなっちゃうもんね。こう来て、OK。待って、めっちゃ疲れた。もうすでに結構疲れている MK さんなんですが、はい、はい、待って、ちょっと早くなってきてない？大丈夫？はい、こう来て、こう来て、こう。これさ、見てる以上に大変だからね。押し引きって結構これ体力いるんですよ。で、連打がやばすぎる。いけけ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 、オッケー。あ、待って、待って、待って。お、あ、変わった変わった。インカミングだ。インカミングに変わりました。はい、こう来て、こう来て。また早いぞ、これ。インカミング結構テンポ早いからね。はい、こう来て。もうスプラトゥーン2といえばこの曲。はい。待って、待って、待って、待って。ちょっと落ち着け、落ち着け。いきなりテンポが変わって戸惑っている MK さんなんですが、スクワット多すぎないか。はい、こう来て、こう来て、こう。あ、嘘、待って一個ミスった。いや、まあまあ、まだいけるっしょ。 S ランクまだ取れると思うよ。一個ミスったぐらいだったら、多分大丈夫。はい、こう来て、こう来て、こう来て、こう。はい、はい、待って、めっちゃ早い。もうさ、体力がもた、あ、何、はい、はい、危ない、待って、待って。あ、なるほどね。あ、でで、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 待て、早い、早い、早いわ。はい、待て、待て、早い。こう来て、こう来て、こう来て、待て、待て、やばい、やばい。待て、めっちゃ早くなってきた。こう来て、待て、引っ張りもきついし、あ、タン、タン、タン、嘘でしょ。2箇所ミスった。いや、まだいける。まだ S ランクだと思うよ、さすがに。こう来て。待て、待て、待て、フルコンは無理だけど。あ、待て、長くねえか、これ。一曲一曲投げんだけど、これまだある。これで終わりじゃないの、さすがに。インカミングで終わりだと思うけどな。こう来て、こう、危ない。はい、こう来て、こう来て、連打がきつい。ここに来て連打。待て待て、はい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 。うわ、待って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 。連打、待って待って、もう終わりじゃん、これ。はい、で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 、終わった。やばすぎる。待って、腕パンパンなんだけど。S ランク取ったら初期危ねえ。2回ミスった、そうだね。グレートとバット、あ、グレートも出てたか。グレートとバットが2回ずつ出てますけど、これでも S ランクは取れました。超上級、無理でしょ、これ。無理だと思う。やる？うわ、この曲の超上級がプレイできるようになりました。待って、一旦さ、前回のこれ、リベンジしていい？バンド演奏、スーパーマリオブラザーズ、地上 BGM、超上級リベンジしていきましょう。待って、でも、腕さっきのでやられたら、いや、そんなこと言ってらんないよ。これクリアして、極上級を出したい。極上級がどれぐらい難しいのか、ちょっと知りたいんだけど、まずこれクリアしないとね。はい。はい、いくよ。待って、待って、これ喋れなくなるわ。集中しすぎて。音ゲーってさ、喋るのに向いてないんだよ。はい、こう来て、オッケー。いいよ、よし、赤目のね。はい、はい。今のとこ振る子。待って、待って、待って、オッケー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 。いけるぞ、いけるぞ。慣れればいける。で、で、で、いけるぞ、いけるぞ。来いよ。はい、で、タン、タン、おい、タン、タン、オッケー。あ、楽しくなってきた。これ結構楽しいぞ、乗れれば。はい。で、で、
てててててて、お、ただ待って、その連続きついな、ててて、これててててこれきつい、うわうわばばばば、嘘でしょ、ちょっとミスった、まあ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 、まだ S ランク狙える、てかごく上級が解放できればいいから、 S ランクじゃなくても最悪ね、 A ランクぐらいだったら解放できると思うんだけどな。はい、こう来てこう来てこう来て、ででででで、嘘でしょ、はい、ででででで、で、で、待って待って、ででででで、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 いけるぞいけるぞ、でで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 で、待って待って、やばすぎるだろ、長い長い長い、待って、こんな長い、待って、無理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 、腕がついてこない、待って、やばすぎる無理だ、で、絶対前回よりは上手い、前回よりは上手いんだけど、あー、やばすぎるって、はいはい、あー、で、あ、無理無理無理だろそれは、うわうわ、全然ダメだダメだこれ、で、無理だ無理だ、待って、バテてきたバテてきた、長いんだまず、はいはいはい、で、あ、やばい、やばすぎる、待って、無理だろこれ、できるやついんの、こう来てこう来てこうこう来てこう来てこう、ゴッド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 ッ、うわぁ、無理だろ、いや、しかも前回より行ってねえし前回より下手だし、ダメだダメ、もうちょっと練習してから来ます全然ダメだった、前回の方が上手かった、腕いった、もう一曲やろうかと思ってたけど、やめようかな、やる、じゃあボスバトルの上、いや最後にやる今回の、いや、やろう、上級やろう、オッケー、これはいける、まあリングフィットの BGM は誰よりも効いてるからね、もうでも腕がパンパンだ、これ連続でやれないんだよね、よし頑張っていきましょう、まずなんだ、あー、これね、オッケーオッケーオッケー、はい、でいけるいけるいける、もうだいぶ効いたからこの BGM、 はい、こう効いこう効いてこう、 BGM の問題じゃねえんだよな、連打がきつすぎる、はい、いけるいけるいける、もうフルコン狙おう、上級はフルコンいける、超上級になった瞬間難易度おかしいんだもん、で引っ張る、引っ張りえぐ、はいはいはい、でいいぞ、コンボつなげろコンボつなげろ、コンボこれつながった方が得点高いとかあんのかな、太鼓の達人とかって確かそうですよね、あれコンボをつなげればつなげたほど、得点が高くなったようなイメージがあるんですけど、これミスっても OK、 はい、まあ1回2回ぐらいだったらミスっても大丈夫なはず、でやばい、待って、えぐい、めっちゃえぐい、はい、あ、待って、1回ミスったけど、まだいける、1回ミスったぐらいだったら、なんとかなるはず、でやった、連打やばすぎる、連打えぐい、はい、連打、連打やばい、はい、連打きすぎだろ、連打やばすぎ、マジで連打やばい、もうやめよう、連打禁止、あ、待って、待って、もうきつい、本当にえぐい、こう来て、はい、はい、おい、スクワット多いな、今日やる楽曲スクワットばっかだな、はい、上に来て、もう終わりっしょ、はい、オッケー、やば、待って、やば、あ、3回ミス、オッケー、S ランクは取れたけどさ、これって、超上級あんの？マリオとか、ニンテンドー楽曲にしかない感じ？リングフィットの曲はあるんかい？あるんかい、無理だわ、後でだ。とりあえず今回のリズムゲームはこれぐらいにしてアドベンチャーモードに戻りましょう。どこまで行ったんだっけ？タルマンド総本山の2周目か。はい、じゃあこれさ、ストレッチしません。やば。もう今日のリングフィットの体力使い果たしたんだけど、もうリズムゲームで持ってかれる、まずあれだね、強い服買ってこう、多分服装また増えてるんでね、あ、これも青くなるんだね、あの女の子にすると、新しいのエナジービートル2かっこいい、あ、待てよ、でもトパージュ1個しか持ってなくね、ボトムスもトパージュ使う？あ、使わないわよかった、靴は？靴もトパージュ使わなければいいけど使いそうだな、シューズのこれはトパージュ、あれ？オニクスでいいの？ありがとう、なんでそんないろんな宝石が混ざっている感じなんでしょうか、もう喋るのも疲れた、いきますよ、そんなこと言ってらんない、よし、そしたら、上腕のところまで早送りでいきます。
はい、裏面も含めて上腕手前まで終わりました。めちゃくちゃきついんだけど頑張っていきましょう。ふう、やっとみんな帰ってくれたわ。しかし男女問わず筋トレの大切さに気づいてくれたことは実に喜ばしいことだな。さあ次はお前の番だぞ。私はもう大丈夫ですって、だいぶ鍛えてますから。なんかね、上腕はモテたいみたいな話を一周目の時にしてたじゃないですか。だからなんか女の人がたくさん来てくれてよかったですね。はい、上腕に勝とう、頑張っていきましょう。直接対決か。またペットとか魔物系だと思っていたんですけど、上腕と、直接みたいですね。頑張っていきますよ。よし、じゃあ始めるか。始めていきましょう。このマスター4の BGM もいいよね。待って、めっちゃ疲れたんだけど。あのリズムゲームってキロカロリーに入ってないんだもんな。今日のトレーニングは俺スペシャルメニュー、俺スペだ。俺スペ初めて聞いたけど、そんな略し方。そしたら赤色の攻撃力アップと色替えを飲んでいきましょう。これか。はい、ザクロティーを飲んで進んでいきますよ。もうね、あのスムージーとか飲まないと時間かかってしょうがない。やれるけど時間かかるんだよね。はい、ぐーっと、ずっとひねるやつだって間違えた。ゆっくりひねるやつだと思った。はい、ぐーっとキープして、戻して。そう、さっきフィットネスジムがあってバストアップセットだったかな。それがね、全部ゆっくり系だったから、その流れだと思っちゃいました。はい、ここぐーっとキープして、フィットネスジムとかね、自分で真似してやりたいという方は、私のリングフィットアドベンチャーの再生リスト、概要欄の方にいつも貼ってるので、そこからぜひご覧ください。パート115なんで今回、今までだいぶやってきたから、いろんな、フィットネスジムとかバトルジムとかね、その辺で鍛えたいという方はぜひ、繰り返しね、見てやってみてください。ぐーっとキープして、戻して。1周目はマジで全部実況してるからね。2周目早送りしてるけど、1周目フルでやってると思ってやばくない？そりゃパート100もかかるわ。はい、戻して。しかも1個のパート私30分で出してるんですよ。いつものね、マリオとか、違うゲームとかだと大体20分前後で出すじゃないですか、私。リングフィットアドベンチャーだけは、長すぎるから30分ギリギリで出してるんですよね。それでもこんなパートかかるとは。はい、じゃあ腹筋ガードやっていきましょう。相手の攻撃はどれぐらい守れるんでしょうか。まあ全然強くないと思うよ。私防御力だけはめちゃくちゃ高いんでね。はい、ここぐーっとキープして守っていきましょう。あ、ラッキーか。一切食らわなかったのかと思ったらラッキーでしたね。はい、じゃあバンザイモーニングやっていきましょう。4回ぐらい攻撃すればいけるか。ギリギリ4回か5回というところでしょうか。はい、ここぐーっとキープして、戻して。そう、なんかね、リングフィットアドベンチャーやるとね、水が美味しい。本当に。最近すごい思う。リングフィットアドベンチャー最近私、一パート収録するのに2時間ぐらいかかるんですよ。早送りの部分普通にやってるからさ。で、その間とかに水を飲むとね、水がうまい。水が一番うまいよ、飲み物で、本当に。私、デカビタとかも好きだけど、リング、てか運動した後の水が一番美味しい。本当に。水を美味しく飲みたいという方はね、運動することをおすすめしますよ。ぜひお外にね、出れない方も今多いと思うんで、そういう方はね、私のリングフィットアドベンチャーごめんなさいね。はい、ここグーッとキープして、戻して、なんでグッと最後なんかおかしくなってしまいましたが、リングフィットアドベンチャーね、パート115あるんで、最初から私と一緒にこう運動しながらやれば、だいぶいい運動になると思いますよ、本当に。30分、1日1パートでもね、やっていけば30分運動できるから。はい、そしたら今度はアームツイストやっていきましょう。なんか私、リングフィットアドベンチャーの実況終わったら、自分で自分の実況を見返しながらやろうかなと思ってますもん。変化。いや、やればいいの。普通に、リングフィットアドベンチャープレイしたらいいんじゃないのという話でもありますけど、なんかね、自分の実況またパート1からリングフィットアドベンチャーいつか見たいななんて思っているので、今頑張って収録しています。上腕のその、暗い方完全にふざけてるもんな。なんですか、おお、それか。腕を極めし、この俺の腕力、とくと味わえ。腕力ね。下げてプッシュ、うわ。下げてプッシュ、きついんだよな。はい、ここぐーっと押し込んで、相手の攻撃を守っていきましょうというか、こっちも攻撃で迎え撃ちましょう。長すぎる。キープの時間が長すぎる。待って待って待って。まだ半分もいってないの？結構きついよ。結構すでに MK さんはきついよ。今日さ、リズムゲームやった後に来てんの、上腕。リズムゲームやった後に腕はないって OK。やば。あ、めっちゃ食らった。よかった。そしたら待って、元に戻ったけど、多分これ後ろプッシュで倒せるな。倒せないかな。行きましょう。はい、ここぐーっとキープして、キープして、キープして、戻していける。これは多分倒せる。はい、ここ戻して。上腕の技の食らい方が完全にふざけてる。はい、ここぐーっとキープして、戻して。待って、本当にやばい。本当にやばい。腕はきつい。
ほんとリズムゲーム終わった後の腕はぐーっとキープしてキープしてキープして戻して、でもこれで次おばばですよね確か。もうさ、アッシュリーナも腹筋リーもこれで上腕も倒したから次おばばだ。ゲームランドでしたっけ。あそこもあそこで大変なんですけど頑張っていきましょう。はい、そしたらとりあえず2232、オレスペをこんなにあっさりとクリアされてしまうとは。オレスペって何ですか。初めて聞いたんだけどその単語。はい、そしたらここぐーっとキープしてキープしてピークトリー。やば、なんかこのリングの声を女にしてからさ、ビークトリーが本当にビークトリーみたいな、ちょっとこう発音よく聞こえるよね。はい、そしたらちょっとしかもらえませんでしたけど、とりあえず、上腕のステージクリアできました。そしたらまたドラゴまで早送りしていきますか。やっていきます。はい、裏面も含めてドラゴ手前まで終わりました。よーし、ドラゴ戦やっていきますよ。ここはタルマンド総本山なだけあって上腕のやつも張り切っていたようだな。さあ最後の追い込みといこうか。頑張っていきましょう、ドラゴスタディオン。しかも今見えたけど、これあれか、スクワットのバネで進んでいくタイプでしょうか。それはきついな。うわ、もうここ上腕なんでしょ。腕の仕掛けにしてください。はい、そしたらここバッとまっすぐ進んで、え、違うかな、なんかあのスクワットの坂みたいなのが見えたんですけど、あれ違うかもしんない。はい、じゃあとりあえずここジャンプして、なんだっけこれ、これ何、とりあえずジャンプするよー、なんだなんだなんだ、あ、そっか、二段ジャンプは普通まだ使えないのか。二段、ほらやっぱりそうだ、これめっちゃきついんだよな。頑張っていきましょう。ハイリングコーンまっすぐ前に向けてグーッといってジャンプ。いや、これ一回でいけるんだったらまだしもさ、全部2、3回やんないといけないんだよね。いや、こっからなんだよ。ここ3回ぐらいかかるから。はい、じゃあ次でいけるか、次で行ってお願い。ほら、いけないんだよな。はい、こう聞いて OK。もう、バネ1個につき、1ジャンプにしてください。足に効きそうな仕掛けだけど、膝は大丈夫？膝は大丈夫だけど、メンタルが大丈夫じゃない。膝は大丈夫よ。だけどさ、もう精神的に、うーわ、メンタルが大丈夫じゃないよ、こんなの。待て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 。はい、こう来て。これいけんの？待って、それぐーっと来て、ジャンプして、あんま、いけないんかい？最初から？おーとっとっと、なにこれなにこれ、どうすればいいの？どうすればいいの？あー、これでいいんですか？オッケー。ちょっと EXP メダルは逃しちゃいましたけど、いいんだいいんだいいんだ。はい、そしたら、まっすぐ進んでいきましょう。ドラゴ戦、今日は早かった。なんか、いつももっと長いよね。なんか、ドラゴスタディオ短めでした。何してんの？よくそんなことできるね。まあまあまあ、逆三角形的な体型をしてるから腕の方が強いんでしょうけど、腕の太さと足の太さ違いすぎないか。上腕の異性に好かれたい気持ち分からぬわけではない。しかし思い人がいるからこそ頑張れるというもの。ドラゴはアシリーナさん狙いだもんね。そうなんですよね。やめい、前回言ってたでしょ、前々回か、前々回ドラゴさんはアシリーナさん狙いだって言ってたんですよ。ちょっとやめいじゃないよ。そしたらここなんでもいいな、赤にする、黄色にする、じゃあ今回は青にしようか。アシリーナさんだからね。ディープパープルスムージーを飲んで、バンザイツイストやっていきましょう。いや、まあアシリーナさん美人だからわかるけどね。じゃあ私はハニーさん狙いでお願いしますよ。まあハニーさん結婚してるから。いや、でも結婚してるって言ってなくない？ハニーさんと、ハニーと旦那っていう名前なだけで結婚してるって言ってないような気がするんだけどって前も言ったけど、なんか言ってたよっていうコメントがあって、言ってたっけか。言ってたんだとしたらダメだな。ハニーさんも結婚しちゃったんだもんな。ハニーさんが良かった。はい、グーッとキープして戻してキープして戻して。待って、全然食らってなくない？思ったより食らってなくて今びっくりしてるんだけど。いつももうちょっと体力少ないじゃん。超アップでこれ、超アップでこれだとしたら、毎回超アップ使わないで攻撃してたらこれ何ターンかかんのさ。はい、ここグーッとキープしてキープして戻して、食らわなすぎる。ドラゴさん、ちょっと一気に体力増えたよ。はい、グーッとキープして。まあ私のあのレベルと相手のレベル差が詰まってきたっていうのもあるんですよね。私が今レベルどれぐらいだったっけ、266?267? そんなもんですよね。で、最初の頃のステージのレベルと私のレベルの差が結構あったんですけど、だんだん詰まってきてるんですよね。だから倒しにくくなっているのもわかりますけど、うわ、敵とかちゃんと倒していくか。いや、でもな、それだと時間がかかりすぎる。今あの早送りしてるから皆さんよく分かってないと思いますけど、普通のステージのところは私敵基本的に飛ばしてるんですよね。あの飛ばせない敵もいるんだよ。飛ばせない敵もいるけど、飛ばせるやつは全部飛び越えていってるんですよね。だからレベル差が詰まっていくのは分からないことではないんですけども、あれ全部戦ってたらマジで1回の収録時間が
3時間はいかないだろうけど2時間半ぐらいになるよもうめっちゃきついからさ、とりあえず飛ばしてるんだけど、後でなんかまとめてレベルアップやっておこうかな。はい、グッとキープして戻して、あのドラゴンドリンクだっけか、あれを入手した方が早いかもしれない。ドラゴンフルーツをたくさん入手してレベル上げるみたいな戦法にした方がいいかもしれませんけど、待って、ドラゴさん食らわなすぎる。これボーナスダメージある？ボーナスダメージがあるんだったらまだなんとかなるんですけども、木箱のやつほら来るよね。あー、一暴れしたい気分だ。これは何ですか？これでも食らえ。木箱か岩なんですけど、木箱がいいな。せめて岩をやめて。岩じゃん、もう岩だと一個壊すのにめちゃくちゃ時間かかるんだってば。いきますよ。はい、ここバーッと連打して壊していく。黄色何発だ？そう、検証したかったんだ。1発2発3発4発4発だね。白いのだと1,2,3,4,5,6,7,8、 しゃ、白いのだとめっちゃ時間かかるわ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10 でも壊れないよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,10 まで壊れないわ。黄色じゃないと全然壊れない。白だと論外みたいですね。そう、あの弱く押すとこうやって白になるんですよ。で、強く押すと黄色になるんですけど、白じゃこれ壊しきれないと。白で壊しきれるか、一応いけるな。何発だ？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ぐらいやばくない？あ、12かな多分。あの黄色が4発で、黄色1個分が白3つ分なんだ。多分そういう計算だと思う。違ったらごめんなさい。はい、そしたら次に強いのがアームツイストか。アームツイストが青っていう、ちょっと違和感まみれなんですけど、頑張っていきましょう。1,2,1,2,1,1、 あ、そっか、ドラゴ戦だから遅いのか。ドラゴ戦って BGM がゆっくりだからさ、こういうリズム系の攻撃が遅くなるんですよね。ドラゴ全然食らわない。顔、ドラゴさんの顔がちょっと申し訳なくなってくるんですけど、とりあえず半分いきました。3発打って半分でしょ。しかも今威力高い3回で半分だから、あと威力弱い技しか残ってないぞ。 OK、 これは大チャンス。どういう技ですか？ラッシュ上げ下げ。これいけるかな。いくよ。もういけ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 。待て、もう MK さん、これ喋らずに集中しよう。集中してもここでなるべく稼いでおきたい。100いけ100いけ100いきたい。 MK さん、100ヒット狙い100ヒット狙い100ヒット狙い100ヒット。 OK、 113ヒット。どうだ、参ったか。全然食らわん。なんでそんな食らわない？そんなことあるか。113ヒットしてあんなに食らわないんだったらもう MK さんもやる気なくすんですけども。そしたら何でもいいか。超アップ飲んでいきましょう。何でもいいよ。超アップと色替え。これか。ディープパープルスムージーばっかりになっちゃうな。これにする？洋梨ジュース。いや、いいな。洋梨ジュースだって絶対美味しい。いや、MK さん梨好きだよ。果物で一番好きなのは何ですかって言われたら、梨かもしんない。いや、違うかな。さすがに。なんだろう。皆さん好きな果物なんですか？果物限定ね。いちごは野菜だよ。いちごとスイカも野菜だよ。前も言ったけど、リングフィットで言ったっけ私。どの実況で言ったか分かんないけどさ、なんか基本的に土から生えてるものは野菜で、木になるものは果物みたいなねそういう解釈で MK さんはいるので、いちごとかスイカとかメロンは野菜ね。その感覚で言うと果物で一番好きなのは何ですか？みかんも好きだけどね。みかんか梨かな。ぶどう、いや、ぶどうはそうでもないな。梨、 MK さん梨かリンゴ、梨かリンゴかみかん、みんなか、みんなそうか。そんなに種類ないか、まず、果物って。うわ、もう一暴れ、これ二暴れ目ですよ。一暴れはさっきしたって。うわ、しかもそっちに行くってことは炎だ。うーわ、これ炎きついんだよな。これなかなか当たんないんですよ。炎って的がちっちゃくて。いくよ。こう来て、オッケー。これ白は、ちなみに白でも撃ち落とせる。あ、白でもいいんだ。あ、じゃあこれ連打でいいじゃん。白でもいいなら連打でオッケー。あ、これ、攻略のコツ白なんだ。なるほどね。黄色でやんないといけないと思った。べ、黄色でやんないといけないと思ってたから、これきつかっただけで、白でいいんだったら全然いける。はい、こう来て、あ、いける。白でいいんだったら楽勝よ。これ今まで黄色で全部やってたよ、MK さん。はい、こう来て、無理。あ、よういったな、今の。よういったな、危ない。まだなの。もう腕パンパン。リズムゲームで、MK さんの腕やられてんの。はい、こう、リズム、ドラゴさん、まだやんの？ドラゴさん、勘弁してくれ、マジで。多少食らってもいい。終われ、OK。やば。腕がさ、本当に。今日 MK さん
何も腕使えなくなっちゃうからこれ。そしたら次は強いの復活してる、一番こっち側復活してない、あと一ターンだ。じゃあ椅子のポーズか、椅子のポーズが一番強いですね。これきついんだよな、頑張っていきましょう。はい、ゆっくりと腰を落として両腕をまっすぐ上へ。待て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 、はい、ここぐーっとゆっくり前でも6発でいいからね、6発でいいから。気は楽なんですけどね、すげー長く感じる、すげー長く感じるって。 MK さんこれゆっくり前へ。待て、やばいやばい、本当にやばい本当にやばい。はい、ゆっくり戻して、これ無理だよね、倒せないよね。うわ、絶対倒せない、次だわ。はい、ここゆっくり戻して、やばすぎる、やばすぎる。はい、腹筋ガード、待って、もういいって、次で多分倒せるから。はい、ここぐーっとキープして相手の攻撃守っていきましょう。ベースト、おー、結構食らった、思ったより食らった。ドラゴンも強くなってるね。はい、じゃあバンザイツイストでとどめておきましょう。さすがにこれで倒せると思うよ、いやさすがに倒せる。はい、ここぐーっとキープして、152キロカロリーだって、やばそんな行くことある？まあね、2時間ぐらいやってるからね。はい、戻して、待って、ほんときつい。はい、キープして戻して、ドラゴンさんそろそろやられて、左だけでやられて、右まで行きたくない。はい、ここぐーっとキープして戻して、そう、アップデートでね、左右全部やらないと倒せないモードっていうのもできるんで、ぜひ左右均等にね、筋トレしたい方は左右こう全部やらないと倒せないモードにすることをおすすめします。いや、アップデート結構ね、こうなんだ、かゆいところに手が届く的なアップデートですよね。そういう細かい仕様が結構追加されたんですよ。はい、そしたらここぐーっとキープして、ドラゴ戦だからちょっと長いね、ビクトリー、オッケー。最終的に今回は 153.78kcal、 やーば。はい、とりあえずクリアはしましたよ。ドラゴさん、シリナさんだもんね。お前は昔からそうだ。何？つまらぬことばかりよく覚えておるいや、お前には付き合ってられん、俺は忙しいからな。つまらぬことじゃないでしょ、ドラゴとアシリーナさんの恋を私は応援しようとしてるんですよ。味方につけた方がいいよ、私はどっかに飛んでいってしまった、バイバイ。なんか飛ぶ時のカメラアングル毎回違うよね、微妙に。気づいてました、ドラゴ飛ぶ時のカメラアングルがちょくちょく違うよ。2、3パターンあるよこれ多分。はい、じゃあ次に行きましょう。これがワールド、32だから9だな。で、これがワールド10だ、2周目の。やっと半分ぐらいまで、まだ来てないね。この次の次ぐらいクリアしたらやっと半分って感じでしょうか。でも確かここゲームランドですよね。久々のゲームランドだね。スーパーキッズは元気にしているかな。あ、悪者じゃなかった、お姉さんなのです。そうですよ、前はお兄さんだったけどね。また来てくれたんだ。ゲームジムのクリアランクが上がっちゃって僕らも大変なんだけど、なんだって。おパパ様がお姉ちゃんの動きを見て学びなさいって言ってましたです。またうちらにお手本見せてや、絶対やで。さあ、おパパ様に心配かけないように私たちもトレーニングしないとですの。これだけ頼もしいならおばばさんも安心だろうね。じゃあ次回はこっからにしましょうか。次回はゲームランドを進めていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。